まあ日本で2番目に売れているゲームソフトということになるわけですよ。日本で2番目に売れているゲームソフトを日本で売れてないっていうのは、僕ちょっとさすがに無理があると思うんですよね。ブレスオブザワイルドの方が100%ゲームとしてのクオリティ高いのに、でもやっぱ時のオカリナには勝てないんだよね。なぜなら俺たちは人間だから。やっぱり最初にやった、まあそしてあの頃の、あの時代に味わった、やっぱ時のオカリナの衝撃みたいなのに勝てないから、まあやっぱこの99っていうスコアになってるんだろうね。それはちょっとライリー君、そのデータの出し方はちょっとライリー君ずるいんじゃないのっていうところをね、今回お話できたらなというふうに思います。まあ見るまでもないですけれども、ヴァンガードも行ってみましょうか。じゃあ、コメント欄で実況者の対立煽りコメントをしてるやつ、小中学生の頃人間関係で何かしらのトラウマ抱えてる。画面の前の皆さん、こんにちは、こですのです。ということで、ちょっと今日ね、本題に入る前に、タイトルとかサムネイルになっている本題に入る前にですね、昨日の動画ですね、僕が昨日出した、UAV の索敵能力に関する動画について、ちょっと修正というか訂正があるので紹介させてください。まあ、まずはちょっとクリップ用意したんで動画ご覧ください。はい、ということでご覧いただけましたかね。まあ、僕昨日の動画でですね、UAV の方の、まあ、能力として、1つ目、定期的に敵を赤点表示する。で、2つ目、敵が発砲した時にサプレッサーをつけていない場合、その発砲の場所をリアルタイムで赤点表示する。まあ、いわゆる従来の COD のミニマップとしての能力。そして3つ目に、こう敵が発砲した後のワンウェーブ目を絶対に表示するみたいな感じで紹介したんですけれども、まあ認識としてそこまで間違ってるわけではないんですけれども、ちょっとコメント欄にね、ものすごい天才の、COD ユーザーの方が現れて、訂正というか、しっかりと能力の謎っていうのが理解できたので、ちょっと改めて訂正させてください。まあ、先ほどのクリップにあった通り、簡単に言うと、ゴーストの方ですね。UAV の方とか、サプレッサーの方に、何か機能の変化があったわけではなくて、ゴーストの方に機能の変化があって、今作のゴーストは発砲してから3秒間ですね。これ編集ソフトで確認したんで、3秒間で合ってます。発砲した瞬間から3秒間は、まあ、ゴーストの効果が無効化されるということです。で、このゴーストの効果が発砲から3秒間無効化されるというのは、サプレッサーをつけていようがつけていまいが関係なく、ゴーストのパークとしての能力の方に反映されるので、まあその UAV のさ、定期的なブイっていう、何、スイープ、スワープ、まあ、あれにちょうどワンウェーブ分ぐらい映っちゃうっていうことですね。なので、まあ、昨日の動画のまんまのイメージでもそこまで大きく間違ってるわけではないんですけれども、しっかりと訂正するのであれば、ゴーストが発砲したら3秒間ゴーストの能力を失うよという認識で、皆様よろしくお願いいたします。コメントをくださった方、ありがとうございます。さあ、ということで本題に入ってまいりましょう。まあ、本題というのはですね、最近僕とライリー君が、お互いにプロレスをすることによって、相互作用、エンドレスで動画を生み出すという荒技に出ていますけれども、皆様マジでお付き合いありがとうございます。でもやっぱこういうプロレスの動画僕も大好きなので、まあ、またちょっとね、僕のその出した動画に対してのリアクションというか、アンサー的な意味でライリー君がね、まあ、また動画を出してくれて、まあ、そんな中でね、ライリー君の動画の中でコールオブデューティーモダンオフェア2の、まあ、売上について、売上本数について触れられていたんですよね。あとスチームのレビューか、スチームのレビューについても触れられていて、まあ、ちょっと売上本数少ないんじゃないのっていうところ、確か初週の発表が4万本だったかな。プレイステーション版、プレイステーション4とプレイステーション5で4万本で、スチームの方のレビューも、まあ、賛成ではなくて賛否両論やんけみたいな感じのね、紹介をされていたので、ちょっと今回それについて、僕なりに訂正というか、これもまた訂正になるのか。それはちょっとライリー君、そのデータの出し方はちょっとライリー君ずるいんじゃないのっていうところをね、今回お話できたらなというふうに思います。まあ、まずはね、みんなこの画面見えてると思うんですけども、こちらで多分話してると思うんですよね。ファミ通さんのサイトの、ゲームソフト販売本数ランキング、絞り込み今週ということで、集計期間が2022年の10月の24日から2022年の10月の30日の1週間を対象にした、ゲームソフトの売上ランキング、まあ、これを見てみると、確かにですね、スプラトゥーンが第1位で5万1000本で、コールオブデューティーモダンフェア2に関してはプレイステーション4版が2万4000本
7000本、プレイステーション5版が1万7000本ということで、まあ足して約4万1000本、4万2000本ぐらいになるということなんですよね。で、まあこれを紹介して、4万本しか売れてなくねみたいな話をね、ちょっとされてはいたんですけれども、まあちょっと個人的にね、別に間違ってないと思うんですよね。結局、今回の動画に関しても何度も言うんですけれども、そのライリー君たちの意見を否定してるとか、こうなってほしい、ああなってほしい、こういうゲームがやりたいっていう考え方そのものを否定してるわけではなくて、てかむしろ僕もそういうコールオブデューティー、まあコールオブデューティーではなくて、まあそういうゲームに関しては大好きなので、そういうゲームがやりたいっていう気持ちももちろんあるからね、SMG でとつってみたいな。だからそういう意見を否定してる、考え方を否定してるんじゃなくって、単純に今回ちょっとデータの出し方として、まあちょっとそれはアンフェアじゃないのっていうところをね、お話ししていきます。まあ今言った通りですね、そもそもこの初週売上っていう表示なんですけれども、まあ多分このデータからね、紹介してるんだと思うんですけど、ライリー君たちも。集計期間が書いてある通り、10月の24日から10月の30日なんですよ。これまあどういうことかっていうと、まあこのね、ちゃんと集計期間の表示が正しいのであれば、コールオブデューティモダンフェア2って発売されたの10月の28日じゃないですか。なんで、これ集計期間1週間、初週売上と言いつつ、実質2日3日の売上本数のランキングなんですよね、コールオブデューティモダンフェア2に関しては。で、まあその2日3日の売上で、まあそのプレイステーション4版が、まあ約4万2000本ということで、まあスプラトゥーンにはね、確かに負けてしまっているんですけれども、まあ日本で2番目に売れているゲームソフトということになるわけですよ。日本で2番目に売れているゲームソフトを日本で売れてないっていうのは、僕ちょっとさすがに無理があると思うんですよね。まあもちろんそのスプラトゥーンと比較したらね、相手がスプラトゥーンと比較したら、まあスプラトゥーン化け物すぎて、まあ累計で323万5700本今売ってるわけですから、まあここと比較したら確かに売れてない、間違いないです、売れてないと思うんですけど、ただまあ、まあその任天堂でかつスイッチ対象年齢が小中学生っていうゲームと、まあ比較するのも、まあそのフルプライスでかつ対象年齢がまあちょっと高めのコールオブデューティーで、まあその2つを比較するっていうのもちょっとフェアじゃないのかなっていうところがありますし、さらにまあその10月28日発売ということで、このゲームソフトの、ファミ通さんのサイトのですね、販売本数ランキングだと、まあ2日3日の集計になってるはずなので、ちょっとあの情報の開示の仕方は、フェアじゃないんじゃないかなというところをね、まあまず修正できたらなというふうに個人的には思います。そう、結構コメント欄とかでも、まあでもとはいえモダンオフェア2019とかヴァンガード、あと BOCW ここ3年の作品の初週売上と比べるとなんか下がっているよねっていうふうに言ってる方もいたんですけれども、多分こういうことなんだよね。この2日3日の、まあ販売本数ランキングがなんか初週の売上ランキングみたいな感じで今ちょっと出ちゃってるから、多分そのこの過去3年間の作品と比較しても下がってるように感じるだけなんじゃないかなって思うんですけど、どうなんですかね。まあ多分明日あたりにこの、ゲームソフト販売本数ランキングのまた今週分っていうのが更新されると思うので、まあコールオブデューティに関してはその次に出る分の週の分の本数と、今出てるこの4万本ですね、これを足してあげてるのが、まあ、正しい初週の売上ランキングって言った方がいいんじゃないかなと個人的には思います。で、次にですね、Steam の、レビューですね、レビューが賛否両論になってたよという点についてですね。で、まあこれに関しても、まあレビューなんで、まあまず大前提として全員の意見が正しいです。はい、この間も話した通り、この間の動画でも話した通り、もうみんな自分の中で理想のコールオブデューティーがあるんですよ。チェーンソーマンのね、最近のアニメを批判してる人のと同じで、その作品が人気であればあるほど、愛されていれば愛されているほど、やっぱりもうそれぞれのみんなのそれぞれの中に自分の中の理想のチェーンソーマン、理想のコールオブデューティーがあると。だから誰かが作った新しいアニメとか作品に対してちょっと違和感があると、なんだそれってなっちゃう。だって自分の想像してた理想のチェーンソーマンとかコールオブデューティーと違うんだもん。だからまず大前提として、こういうレビューっていうのはまあ賛否両論があって当たり前ということをまあ話しつつも、今回紹介したいのはこのメタスコアですね。ゲームに限らずかな、まあ、海外の、いろんな映画だったりだとか、そういう作品、まあ、ゲームもそうなんですけども、全部を評価しているメタスコアという、サイトですね、まあ、こちらの方をちょっと今回は紹介できたらなというふうに思います。ちなみに結構このメタスコアはね、どうやら辛口で有名らしいです。で、メタスコアのね、2022年現段階での、まあ、歴代トップの評価っていうのが、トップ1がゼルダの伝説時のオカリナということでまあもうこの時点でね、結構人間がやっぱ人間の本能みたいなのを感じるよね。だってどう考えたってブレスオブザワイルドの方がゲームとしてのクオリティ高いんだもん、 100億%。
100%、 ブレスオブザワイルドの 100% ゲームとしてのクオリティ高いのに、でもやっぱ時のオカリナには勝てないんだよね。うん、なぜなら俺たちは人間だから。やっぱり最初にやった、まあ、そしてあの頃のあの時代に味わったやっぱ時のオカリナの衝撃みたいなのに勝てないから、まあ、やっぱこの99っていうスコアになってるんだろうね。まあ、他のスコアとかを見てみてもやっぱ上位を占めてるのはちょっと古いゲームばっかなんですよね。まあ、ハードがプレイステーション3だったり Wii だったりだとか、まあ、ブレスオブザワイルドはでも一応10位には来てますね。97点、さすがに評価高いですね。でまあこうやってブレーと見ていくんですけれども、 FPS の最高スコアがこれになるのかな。ヘイローコンバットエボルブ、これが確か2002年だか2003年ぐらいに出たヘイローのゲームですね、の Xbox のやつが97点。まあだから対人 FPS ではこれがまず最高評価の97点と。でじゃあ他に対人 FPS っていつになったらランクインしてくるのかなっていう風に下をまあどんどん見ていくんですけれども、次も確かねヘイローなんじゃなかったかな。そうですね、次も42、ヘイロー2ということで95点で、ようやっとこの辺で確か最高評価来ましたね。コールオブデューティーモダンオフェア2ハードプレイステーション3 94点ということで、まあ、ここに来てようやく対人 FPS でヘイロー以外の作品がコールオブデューティーモダンオフェア2で出てくると。まあ、まずやっぱりこういうレビューサイトのね並んでる作品、上位に並んでる作品を見てみても、まず人間っていう生き物がどういう作品をやっぱり評価してしまうのか、どういう作品をなんか自分の中で一番ベストにしてしまうのかっていうところが、まあ、なんとなくもう見えてくる気がしませんか。でじゃあここからですね、実際に、今作の Call of Duty Modern Warfare 2ですね、まあ、まだ発売から1週間とかしか経ってないので、こっからどんどんいくらでもね評価変わると思うんですけれども、今現在こんな感じです。こちら翻訳機そのままぶち込みましょうか。はい、メタスコアということで、一般的に好意的なレビュー15の非評価レビューですね、非評価さんのレビューで言うと81点スコアが、でこちらユーザースコアですね、ユーザースコアのレビューが 6.2 点ということで、まあ、10点満点中のユーザースコアは 6.2で、非評価レビューは81点という形になってます。あ、ちなみにこれ PC 版ですね。はい、パソコン版の Call of Duty Modern Warfare 2で、これが、じゃあ今度 PlayStation 5版をクリックすると、はい、出ましたね。あ、 PlayStation 4版ですね。ユーザースコアが 6.5 で、じゃあ今度 Xbox 版をクリックすると、なんとユーザースコア 7.4 まで上がります。ユーザースコア 7.4、 ただその代わりメタスコアは下がって76になります。でもこのスコア実際どれぐらいなのか、皆さん気になりますよね。ということで、じゃあもうここ3年周期ということで、モダンウォフェア2019から振り返っていきましょう。ジャカジャンということで、モダンウォフェア2019のプレイステーション4版、なんとユーザースコア 3.5 です。で、メタスコアの方は80点と。まあこんな感じでですね、実際問題ちゃんとこうやって辛口のサイト、海外の有名な辛口サイトでも、まあ現段階ではですよ、まだ発売から1週間しか経ってないので、これから僕はどんどんこのスコアね、どっちも下がっていく可能性というか下がると思ってるんですけれども、現段階ではまあこれだけの評価をまあ得てるので、僕の中ではやっぱり概ね好評っていう捉え方をせざるを得ないのかなって思うんですよね。さっきも言った通り、もちろんその Steam 版のレビューっていうのは、まあ当然ですけど PC 版側のレビューになるので、まあここでもそうですよね。Xbox 版のレビューの方がユーザースコア高くなってると。Xbox 版が 7.4 に対して、PC 版のスコアはこっちか 6.2 になってるということなんで、まあやっぱ PC 版の評価が下がってる。それなんでかっていうと、やっぱりゲームがめちゃめちゃ落ちたりっていうのが今グラフィックボードの関係であるので、まあだからそういうところを踏まえても、まあ、賛否両論。そしてまあ何よりも概ね好評という捉え方をして全く問題ないんじゃないかなと俺はやっぱ思っちゃうんですよね。まあもちろん悪いところがあるのは間違いないですよ、このゲーム。この間も言った通り全く完成されてる作品では正直ないので、ただやっぱりまあそのフェアな観点から見ても、その世間的な評価でそこまでめちゃめちゃこう賛否両論大荒れしてますみたいなことはないんじゃないかなって思うんですよね。モダンウォーフェア2019プレイステーション4版が 3.5、 こっちは PC 版が 2.6 とユーザースコアに関しては。ちょっと他のコールオブデューティ作品も見てみましょうか。じゃあ我々が大好きなね、日本人が大好きなコールオブデューティブラックオプス4見てみましょう。こちらです、プレイステーション4版のブラックオプス4、メタスコア83、ユーザースコア 4.1 ということで、まあやっぱ全体的にね、こんなもんなんですよね、コールオブデューティのスコアって。PC 版に今変えましたけれども、 PC 版だとユーザースコア 3.2 か。ちょっと他の作品も見ていきますよ、どんどん。ブラックオプスコールドウォーとの、プレイステーション5版にしときますか。ブラックオプスコールドウォープレイステーション5、ユーザースコア 4.8、 メタスコア76と。まあ、見るまでもないですけれども、ヴァンガードも行ってみましょうか。じゃあ、はい、見るまでもないですけれども行ってみましょう。コールオブデューティヴァンガードと、プレイステーション5版、ユーザースコア 3.5、 メタスコア73と。PC 版は
バンガード PC 版はユーザースコア 3.3 とメタスコア72と、まあ、この今ね現状まだ発売から1週間しか経ってないんで、そもそもねどのレビューも正直信憑性薄いですよ、はっきり言って。こっから次第なんで、この間も言いましたけど、こっから次第なんで信憑性どのサイトもどのレビューも薄いんですけれども、ちょっと現段階でこうなんて言うんですかね、まあ、やっぱネガティブな方向性で盛り上がるのはちょっと無理があるのかなっていうのが、僕のねフラットな目線で見た今の現状のモダンオフェア2なのかなっていうのが、まあ正直な感想なんですよね。まあ僕自身がどう思ってるかっていうのは何度も言ってる通り、まあシーズン1がちょっと始まったあたりからねまた動画出そうとは思うんですけど、コールオブデューティモダンオフェア2に悪いところがたくさんあるっていうのは大前提として、まあでもいいところもちゃんとあるよねっていう風に言ってるのが、まあ一般的な評価なのかな今のところっていう感じがするんですよね。でやっぱさっきも紹介した通り、これがねどんどん昔の作品になればなるほどで、ね、やっぱね人間って面白いものでね、こう評価が上がってくんですよ。ブラックオプス3見てみますか。プレイステーション4 2015年発売ですね。ユーザースコア 5.2、メタスコア81ということで、先ほどの3作品に比べたらやっぱ上がってますよね、ユーザースコアとか。ちなみにブラックオプス2プレイステーション3版はメタスコア83のユーザースコア 5.9 と。で、まあ先ほどねもうランキングで出てましたけども、じゃあモダンオフェア2029じゃちょっと未来の作品になっちゃうね。2009年だっけ発売の元モダンオフェア2の方も見てみましょうか。プレイステーション3版ですね、コールオブデューティーモダンオフェア2、ユーザースコア 6.7、 メタスコア94ということで、まあやっぱり昔の作品の方がこういう、まあ、レビューってどうしても高くなってしまうと。ということで、まあやっぱり現段階でのコールオブデューティーモダンオフェア2022、モダンオフェア2っていうのを、まあネガティブな方向で盛り上げようとするのはちょっとまだ厳しいんじゃないかなというふうに思います。ただですよ、ただ、まあ、僕はこれあのバンガードのね、まあ、後期というかもう今年の春あたりから夏にかけてずーっと言ってきましたけども、とはいえじゃあモダンオフェア2を買うべきかと言われたら絶対買うべきじゃないんですよ。もうこれは本当ここの半年間僕はずっと言い続けてるんですけど、あの買わなくていいです。まだ何度も言ってる通り、今年はね、もうあと2週間もすればコールオブデューティーウォーゾーン 2DMZ 無料でできるコールオブデューティーが発売されますから、別にそれをやってそこから武器レベル上げたいとかなったら買えばいいし、もっと言うとねアップデートでねバンガードみたいにどんどん評価落とす可能性だって十分あるわけですから、もう何度も言ってる通り、シーズン2とかシーズン3あたりから、遅かったらねシーズン3あたりからでも全然いいですよ。みんなの評価だいぶ作品がある程度完成してきてというか方向性が定まってきてアップデートが重なってきてから、まあ、様子を見て評価を見て買うっていう方が全然健全なんで、ただでさえバンガードショックを受けた人かなり多かったと思いますから今年は日本なんで、本当に無理して買えとかそういう話じゃなくって、全然ちょっと心配な人とかそういう方は様子を見てフラットな目線でぜひねゲームを見ていただけたらなというふうに個人的には思います。まあバンガードの次の作品で色眼鏡をね、ネガティブな色眼鏡つけるなって言われる方が、まあ、無理あるっていうのも分かるんですけど、分かるんですけど、とはいえやっぱりそういう初めから、まあ、いい方向にせよ悪い方向にせよ色眼鏡をつけて見てしまうと、やっぱり正しい評価っていうのは絶対できないし、誰かが言ってることが 100% 正しいなんてのはこの動画を含めてもそうですけどもありえないので、みんなぜひ自分の目で自分の心で判断して買う買わないを決めていただけたらなと、やるやらないを決めていただけたらなというふうに思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ皆さんの意見もねコメントの方していただけたら幸いです。また次回の動画でお会いいたしましょう。コレツナーでした。お疲れ様です。おーつーぽん。